ハンス・ヨアヒム・スタックは、ドイツ出身のレーシングドライバーで、会一に限らず多くのカテゴリーに参戦した。スタックは、ドイツの名ドライバー、ハンス・スタックの息子である。スタックが若い頃、父は彼にニュルブルク・リンクのドライビングを教え、スタックは1970年のニュルブルク・リンク24時間レースを19歳の時に初制覇した。その後1998年と2004年に、 BMW で再度ニュルブルクリンク24時間レースを制したハンススタックとも呼ばれる。聖のスタックは英語化な表記の慣例によるものであり、ドイツ語化な表記の慣例によりシュトックと表記されることもある。常に気さくでユーモアがあり、長身でブロンドのバイエルン人でオーストリアに暮らすスタックはストライオツェルのあだ名をつけられた。また、 ウェット路面での運転技術から、レインマイスターのあだ名も付けられた。1976年のニュールブルクリンクを走る、スタック1972年に、スタックは、ヨッヘンマスト組、フォードカプリアール S2600 で、ベルギーのスパーフランコルシャン24時間レースに勝利を収めた。1974年から1975年に、かけて、バット・モービルの異名を取る。 BMW 3.0 CSL でドイツの DRM に参戦し、アメリカのレースにはロニー・ピーターソンと組んで参戦し、どちらも大きな成功を収めた。1970年代の後半にはターボ付きの BMW320i でレース活動を行った。マーチ BMW に乗り換えにで一定の成功を収めると、スタックは回一にもマーチで参戦した。 スタックは1974年1月13日にデビューを果たし、通算で81戦のグランプリに参戦した。会1では2度の表彰台を獲得し、通算29ポイントを上げた。1977年シーズンはスタックが F1 で最も成功した年となった。ブラバムアルファロメオに乗り、ワットキンスグレンで開催されたアメリカグランプリでは、 雨の中レースをリードしてみせた。しかし、1978年のブラバムのシートはニキラウダに奪われた。スタックはウィリアムズに加入する機会を逸したが、間もなくウィリアムズは大きな成功を収めた。194センチメートルの長身により、コクピットが前方に移動されていた1970年代後半の F1 マシンはスタックには適さなかった。階位置をさらなければ、 スタックは、ロニー・ピーターソンやクレー・レガツオに、マルクス・スレールラと同様、足に大きな怪我を負っていたかもしれない。スタックは、世界中、ポルシェ962で1986年、1987年と、ルマン24時間レースを二度制し、1990年には、アウディで DTM のチャンピオンを獲得した。1997年にはポルシェに戻り、 ルマン24時間レースに参戦。その後は BMW への復帰を経て、2006年には引退した、会一ドライバーを対象として開催された、グランプリマスターズの初のシーズンに参戦。スタックは、シーズン前の2005年11月11日から11月13日に、キャラミで単独開催された同レースで6位を記録した。世界耐久選手権。 世界スポーツプロトタイプカー選手権、スポーツカー世界選手権、編集ルマン24時間レース、編集デートナ24時間レース、編集ドイツツーリングカー選手権、編集ドイツスーパーツーリング選手権、編集国際ツーリングカー選手権、編集ありがとうございます。